ピーター・フレデリク・ロザメルは19世紀のアメリカ合衆国の画家であるペンシルベニア州ルザーン郡のネスコパックに生まれた。生まれた年についてはフィラデルフィアの墓標に刻まれた1812年から1813年、1814年、1817年など諸説がある。測量を学んだ後20歳でフィラデルフィアに出て 看板映画機として働いた後、美術を学び始め、ロンドン生まれの画家、スミスや版画家のオーティスの下で修行した。1844年の作品が会員制の美術愛好家団体に買い上げられ、画家として成功し、1844年に芸術家支援基金協会の副会長になり、1847年から1855年の間は、 ペンシルベニア美術アカデミーの校長を務めた。1856年からヨーロッパを訪れ、約2年間ローマに滞在し、イギリスやフランス、ドイツ、ベルギー、イタリアの主要都市を訪れ、1859年に帰国した。フィラデルフィアに戻り、ペンシルベニア美術アカデミーで風景画家として知られるチャールズ・ルイス・ファッセルラを教えた。肖像画や歴史画を描き、代表作には、 植民地議会で演説を行うパトリック・ヘンリーやペンシルベニア州立美術館に展示されているゲティスバーグの戦いやコロンブスを描いた作品がある。1877年に故郷に近いペンシルベニア州リンフィールドの近くに移り、そこで亡くなった。ありがとうございます。